岸谷香織さんは旧姓の奥井香織でプリプリのボーカルとして有名ですが、現在は岸谷五郎さんと結婚し、息子と娘の二児の母親となっています。その岸谷香織さんの子供の学校、中学高校、はどこか、年齢、名前、写真画像などに興味があったので調べてみました。岸谷香織さんのプロフィール、名前岸谷香織、出生名奥井香織。出身地広島県広島市、東京都育ち、生年月日。1967年2月17日。年齢、50歳、執筆時、血液型、O 型、学歴明治大学附属中野高等学校定時制中退。転職、シンガーソングライター、作曲家、所属事務所、オールスパイスカンパニー。岸谷香織さんは1967年に広島県で生まれ、東京都で育ちます。1983年にオーディションに選ばれ、今野智子さん、渡辺敦子さん、中山加奈子さん、富田京子さんと共にガールズロックバンド、赤坂小町を結成。なお、当時の岸谷香織さんは出生名、旧姓である奥井香織として活動していました。1986年にバンド名をプリンセスプリンセス、プリンセスプリンセスと改称。プリプリの通称で知られています。同年のミニアルバムキスで犯罪、クライムで CBS ソニー、現ソニーミュージックエンタテインメントからメジャーデビューを果たします。なお、奥井香織さんの担当楽器はボーカルとギターで、多くの楽曲の作曲を担当しています。1989年4月21日発売の7枚目のシングル、ダイヤモンドはミリオンセラーとなり、プリンセスプリンセス最大のヒット曲となります。カップリング曲の M も名曲として知られています。以後も、世界で一番暑い夏、フォーイエイ、ジュリアン、キスが立て続けにオリコンチャート1位を獲得するなど、トップアーティストの地位を不動のものとします。1996年に、今後の方向性についての意見の食い違いなどの理由でプリンセスプリンセスは解散。その後、岸谷香織さんはソロ活動を開始し、シンガーソングライターとして活躍。また作曲家、プロデューサーとして他アーティストに多くの楽曲を制作、提供しています。なお、解散後のプリンセスプリンセスについてですが、2011年の東日本大震災を契機に旧メンバーが再集結し、リハーサルを経て2012年1月に再結成されます。震災復興の目的で1年間の期間限定でしたが、実際には2016年3月に解散するまで4年以上活動を続けました。この間、2012年12月31日の紅白歌合戦に出場しており、これがプリンセスプリンセスとしての初出場になりました。岸谷香織さんの結婚慣れ初め、旦那の岸谷五郎さん、子供の名前や学校については次のページで。岸谷香織さんの結婚、旦那、たけちゃん。岸谷香織さんは1996年6月28日に俳優の岸谷五郎さんと結婚しています。岸谷五郎さんは1964年東京都武蔵野市生まれで、岸谷香織さんの2歳年上になります。岸谷五郎さんは1983年に三宅裕司さんの主催する劇団スーパーエキセントリックシアターに所属しますが、94年に退団。
同時に対談した寺脇康文さんと企画ユニット、地球ゴージャスを結成し、ほぼ毎年プロデュース公演を行うほか、数多くのドラマや映画に出演。またラジオパーソナリティとしても活躍しています。なれそめは、岸谷五郎さんがパーソナリティを務めるラジオ番組に奥井香織さんがゲスト出演したことから、会話の流れで、岸谷五郎さんが、このアマト放送禁止用語を叫んだという、ヒヤッとする一瞬があったみたいですね。ものすごい大喧嘩だったという噂もあるようですが、言われた奥井香織さんは特に怒った様子もなく、喧嘩にはなっていなかったという説もあります。真相は定かではありませんが、その後奥井香織さんは岸谷五郎さんの番組にたびたび出演しており、初対面ですぐに意気投合したみたいですね。なお、岸谷五郎さんは、ラジオ番組の放送内で、奥井香織さんと一緒に飲んだとか、J リーグの試合を見に行ったとか、かなり大っぴらに奥井香織さんとの交際を報告していたようです。プロポーズは結婚の4日前のこと、岸谷五郎さんの自宅で一緒に柿の種をつまみにビールを飲みながら、僕と一緒に記者会見を開きませんか、と切り出されたのだそうです。それに対して奥井香織さんはそうしますか、と応じ、数日後の1996年6月28日に結婚の運びとなったのだとか。どちらとも大スターなのに、とても肩の力が抜けていて、少しも飾らないところが興味深いですね。岸谷香織さんの子供の名前や学校については次のページで。岸谷香織さんの子供。岸谷香織さんは2001年夏に第一子となる長男を、2003年夏に第二子となる長女を出産し、現在2児の母親となっています。子供の名前や写真などは非公表のようですが、岸谷香織さんのアメブロでは息子は、チビ子、娘は、チビカ、と呼ばれています。子供の教育には一切手を抜かない、方針とのことで、幼い頃からピアノや英会話、水泳など多くの習い事をさせ、岸谷香織さん自身も朝5時に起きてお弁当を作るなど、かなり熱心だったみたいですね。実は、岸谷香織さん自身が、小学校は国立の学芸大学附属小学校という難関校に入学したものの、バンド活動に入れ込みすぎたため、附属高校に進学できなかったという過去があるのだそうです。そして、それが元で、一種の学歴コンプレックスを持っていたということをブログで明かしています。そのため、岸谷香織さんがこれほど教育熱心なママになったのも、そのコンプレックスの影響があるのではないか、という見方があるようですね。息子さんの小学校は目黒区碑文谷の時和松学園小学校、娘さんは武蔵野市の成蹊小学校とのことです。なお、息子さんは中学受験を経て別の中学校へ進学し、娘さんはそのまま成蹊中学校へ進学しています。ちなみに、こぼれ話として、岸谷香織さんは、息子さんの中学入試の時、願書締め切りの前日に郵便局に駆け込んで、郵便局員から間に合う保証はないと言われて焦り、一悶着起こした、ということがあったそうです。結果は無事に翌日の朝に到着し、事なきを得たとのことです。意外におっちょこちょいだったのですね。キャレットアンダーバーキャレット。岸谷香織さんの息子の学校、中学高校、早稲田。息子さんの中学についてですが、ネット上では横浜市の聖光学院とか、早稲田実業とか、慶応とか開成とか、様々な候補が挙がっているようです。
週刊誌の報道では、都内でもトップレベルの偏差値を誇る長南観光、とのことですので。聖光学院、横浜市。慶応義塾普通部、横浜市。慶応義塾湘南藤沢中等部、藤沢市。は所在地が神奈川県のため候補から外れます。さらに、岸谷香織さんはあるインタビューで、息子の学校は小学校からの内部進学生も多く、中学受験組のうちは知り合いもゼロ。と発言していますので、中学高校のみの改正も候補から外れます。残る候補としては、早稲田実業、東京都国分寺市、慶応義塾中等部、東京都港区三田。と二つがあります。どちらも系列の小学校からの内部進学生も多く、また中学入試の偏差値も73と、都内有数の超難関校として知られています。息子さんは2017年度に高校に進学しています。大学に進学した際に報道で早稲田か慶応か、それとも他の学校か、はっきりするかもしれませんね。以上、岸谷香織さんに